あ、これもジャズボーカルいいね。これも気になるんだけどな。あれ、あ、こうきくん、これ曽我部さんじゃないですか。おお、なんかこんな偶然あったてで ね、今日はそうなんですよ、11月3日、はい、レコードの日、レコードの日、ね、それでまたちょっとこうきくんと一緒におしゃべりしようと思うんですけど、で今日はもう一人ゲストの方がいらっしゃるそうです。もうね、いらしてるらしいんで。あ、本当ですか。ちょっと行ってみましょうかね。行きましょう。扉が閉まってどこへも行けない、そんなところにいるんだとすれば、はい、というわけで、はい、11月3日、レコードの日ということで、今年もやってきました ね、レコードの日ね。去年もあのここでレコードの日の番組やったじゃないですか、ね、でまあ1年今日だけだろうなと思ってたら、ね、またやらせてもらうことになって、ね、なんか評判が良かったらしいですよ結構去年。本当ですかね、うん、本当ですか。みんなが嘘ついてるかもしれないですけど騙されてるかもしれない、まあ、なぜ僕らレコードが好きなので、はい、こういう番組やるのは本当に楽しいということで、うん、はい、今日は実はシンガーソングライターの寺尾佐穂さんも参加してくださって、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの寺尾さんは、はい、あんまりそのレコード中古屋レコード屋さんで見たこともあんまりないですし、そんなにこう、はいはい、ディグしてるイメージないですけど、うん、どうなんですか。ないです。全然ない、はい、あの一応実家にいた頃は母が持ってて、はい、ニーナ・シモンとかそういうレコードで聞いたりしてたんですけど、あの一人になってからはずっとなくて、で2年前にやっと買ったっていう。プレイヤーを買った、はい、プレイヤーを。いいですね、フレッシュ。いいです。何枚ぐらいあるんですかね。いや本当に数えるほどで、うんうん、なんか CD で聞いて好きだったものをやっぱりアナログで持っとこうかなっていう感じで買い直したり。今年はあのレコードの日のアイテムもかなり出てて、うん、で今回もその200アイテムというですね。お、去年もね、去年だって最大級って言ったじゃないですか、うん、言ってた。それさらにそれを超えて200アイテム、一番のアイテム数ですもんね。ね、ちょっと楽しみですけど。レコードが CD を超えた。工場は軒並みフル稼働。生産は10年で20倍近くになっています。今年のレコードの日のアンバサダーは豆腐ビーツ。アルバムリフレクションをリリースしました。レコードは強制的に自分に音楽を聴かせる装置。サブスク全盛の時代にレコードも出している人はそれだけ気概があると話します。遠く、そうですね、あの同世代で僕。そっかそっかそっか。そうですね、デビューのタイミングとかも近くて、こう親近感がある同世代のミュージシャンって感じです ね。そんな世代の方が今回アンバサダーということで、うん、ね、このパンフレットも皆さんぜひ手に取って見てください。見てみましょう。あのこれ見るとね、うんうんうん、90年代のヒット曲だったり、まあ、2000年代だったり、そのつまり CD しか出てない時期 あのレコード化っていう、うんうんうん、作品のレコード化っていうのが多いんですよ。そうですね。そうで、レコード再発って前はレアなレコードとか、うん、本当にすごい値段がついてた、ね、いそうとか、ね、とかさ、あとはもう本当に代表的な、はいはいはい、こう絶対聴かなきゃいけない名盤みたいなものがレコードになったんだけど、うん、もうあの今度はその90年代の CD だったものをレコードにするっていうフェーズに入った。結構不思議ですよね。なんかそのもともとだって CD しか出てないってことはレコード存在してなかったわけじゃないですか、うん、だから新しくそれも作っちゃうっていうかね、そういうことですもんね。そうだからね、あのオリジナルは CD なわけですよ、うん、そうですよね、オリジナルが CD。 そうだからすごい不思議な気持ちで、これ新しい時代に入りましたね、うんうん、そうで自分 あのアルバムを、そうですよね、そうサニーデーとかも、ね、サニーデーも CD しか出てなかったものをレコードにしたりしたのね、うんうんうん、でその時にやっぱり大変なのがこう音が CD 用に作ったマスターだから、はい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 、アナログ用にマスター作るのって全然違うじゃん、うんうんうん、また音圧の付け方とかが変わってくるから、それがすごい難しかったの。あ、そうだよね、うん、だからね、これまたいろんなあの課題を含んだ今のこの、 あのレコードの日の
フェーズに入ったなと思いますが、ここで僕が、はい、セレクトしたのがこの、これまさにそういうそんな話から、そう、うん、エレカシさんの心に花をっていうねアルバムで、これいつだっけな、96年、うん、バリバリ CD だもん。そうで、この時さ、悲しみの果てっていうシングルが出て、はいはいはい、エレカシが復活するみたいな感じで、もうめちゃくちゃいい曲だったのね、その曲が。その次に出たのがこのアルバムで、これ多分みんな本当にガツンでやられた一枚だと思うんだけど、ついにこれがレコードになったんですね。レコードになった、はい、これなんか新藤光雄さんってデザイナーさんがやってんだけど、写真もそうだけど、あのエレカシの宮本さんが生命力がとにかく強いジャケットにしてくれっていうリクエストを当時言ったって書いてましたけどね。初めて知りました。そういうことだったんだ。だからまあレコードになるとさらにこうガツンときます。いいですね、はい、寺尾さん何かいいのありました？あ、気になるよ。私はなんかもう懐かしの、私の小学校6年生の時はもう広瀬香美とドリカムです。そうで、この広瀬さんのアルバムも買ったりしてたんですけど、うんうん、なんかこう結構ソングライティングが好きで。アナログになってどうですか、こういうのがアナログ、家でレコードで聴けちゃうという、はいはい、そうですね、どんな気持ちですか？いや、すごい不思議ですよね。不思議ですよね、うん、でも音質やっぱりよく感じるのかな。じゃあ、はい、その7インチかけてみましょうか。ましょうよ、ましょうよ。ちょっとじゃあ寺田さん、よく CD は聞いてたんですよね。 CD はすごい聞いてました。ちょっとじゃあどんなあのレコードにの音になってるかかけてみます。すごいな、でもノバンスの神様の7インチってもう響きがすごい不思議だな、すでに。強いよね。強いですね、うん、ドキドキドキ、来た来た。このイントロですね。アナログバージョンは、アナログバージョンどうですかね。どうなんだろう。でもスピーカーがなんかいいから、うんうん、まあいいよね、うん、ただここの再生装置がいいからローがめっちゃ良かったな、はい、よく聞こえるんですけど、低音は多分 CD よりも出てますね。なんか、うん、圧があるような気がした。確かに確かに。あ、俺も広瀬さんの CD を普段聞いてないけど、そんなには、うんうんうん、なんかイメージでは。そうですね、うん、もうちょっとなんかデジタルっぽい感じはやっぱり CD でありますね、うんうん、だからやっぱレコードの音になってるんじゃないかなとは思いましたけど、この曲あの車で高速道路を運転しながらかけるともうすごい気持ちになりますよ。盛り上がりすぎちゃって本当、うんうん、なんかこの色もね、なんかすごい綺麗で、可愛いですね、子供心に、うん、じゃこういう CD のジャケットだったんですか、うん、これ多分だから縦長だったんだよね。あ、そうそうそう、短冊 CD だったんですよね、多分ね、うん、そう、あの8センチ CD というちっちゃいやつ ね、うん、ね、 そ、 う、うん、それが7インチになると面白いですね。不思議ですね。、うん、なるほど、ロマンスの感じ、はい、名曲です、ね、あれ、それは何ですか、寺尾さん。これはあの昨日出た2006年から12年までの6作品をボックスにしてもらったもので、うん、はい、寺尾さんのアルバムを、はい、6枚組、はい、めちゃくちゃいいですね。6枚組憧れですね。これすごいボックスがまたかっこいいですね、うんうんうん、ありがとうございます。なんか布っぽい、ちょっとなんか、ね、なんかなん、ちょっとね、ザラッとして、うん、ね、でもそうやって6作品こうやってまとまってね、ボックスで出るってめちゃくちゃいいですよね。いいな、これ持っといたらもう網羅できるわけじゃないですか、ね、初期の作品を、うん、はい、ちょっと聞けます。あ、聞きたいですね、はい、あ、はい、ぜひぜひ。じゃあちょっと1曲レコードどれか寺尾さんのおすすめを、はい、何がいい。でも寺尾さん6枚しかレコード家にないから、あんまりこうプレイヤーの使い方そうですね、それは6枚入ってるから同じ数になっちゃいますね。最初からずっと聞くからいいんですけど、いきなり倍になります。いきなり倍になっちゃいますね、それ買ったらね、はい、いきなり倍。じゃあ曽我部さんと前、うん、あの対談した時に、はい、ちょっとあの褒めていただいた曲やる、あの曲ですね、かけようかな。かけましょう。寺尾さん、じゃあこれ、あ、そうですね、これを外しましょうか。まずこれは7インチをかける時のやつなんで、レクチャーしていただいて、ありがとうございます。で、またその目的の場所にちょうどの位置に、
多分でもこれ1曲目だから。エレガントな置き方ですね、寺尾さん。また、はい、はいはいはい、これでいいのかな。おじさんは強くなってる。寺尾さん、すいません、33回転なのでもう一回かけてもらってもよろしいですか。これはね、あのさっき広瀬香美さん の、 あの BPM あの回転数になってました。そうなんです、シングル71の45回転になってました。でもすごいやりがちなんで良かったですよ、はい、逆に。ちなみに LP っていうのは基本的に33回転なので。そうですよね、はい、びっくりしました。気を取り直して。おじさんは3、怪我した3、今は足を引きずってる。おじさんは中国語話す、いろんな国の言葉話す、そうやって現場まとめた3。いい曲ですね、うん、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。というわけで、はい、この曲も歌詞めっちゃいいっすね。いいよね、アジアの汗という曲で僕もライブで聴いて本当にこう、うんうんうん、胸に刺さったというか、あの、まあ、とにかくいい曲じゃないですか。いい曲でした。一聴して、そう、うん、これはあれなんですね、レコードはコントロールドバージョンになってて。あ、そうなんですね。あのダメな言葉っていうのを。そう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 、これもダメ、ピーって入ってそっかそっか、今コントロールドバージョンって何だろうなって思ってたけど、そういうことだったんですね。そこはあれなんですね、あの、はい、チャカチャカチャカってパーカッションで書き消されてましたけど、はい、でもね、そういうことは関係なくやっぱりいい曲なんですよ、うん、僕はライブで聴いていいと思って、うん、そこの言葉っていうのもそのオミットされる前のちゃんと聴いてますけど、はいはいはい、あのこうやって聴いてもその歌の、うん、命っていうのは全然変わんないんですね。それ今こうやってレコードで聴いてみて不思議と感じました。確かに、うん、すごいいい曲でした。一瞬ね、あの45回転が、うん、ああいう曲なのかと思って、寺尾さんこういう歌い方なのかなって一瞬で、ね、びっくりしちゃったんですけど、こっちかって思う、うん、そういう結構すいません、僕の、はい、僕のミスでした、ちょっとあれは。はい、さあここで、はい、こうきくんのはい、おすすめみたいなものがあれば、僕のチョイスで、はい、これもやっぱり、初めてレコードで出る作品になるとは思うんですけど、うん、玉置浩二さんの、この出ました、90年代のソロ2作、ジャンクランドとカフェジャパンですね。来てますね、これ来てますね。ジャケが来まくってますけど、これなんこれは何ですか、玉置さん、これ何ですか、なんか中国のなんか中国っぽい感じ。そうですね、僕あのやっぱシンガーソングライターとして、うんうん、玉置さんの、ね、ソロのアルバムがすごい大好きで、うん、あの特にこの2作は結構自分で楽器全部演奏したり、したりとかしてて、そういうやつなんだね。レコードになって初めて気づいたことがあって、うん、何ですか、あのね、このカフェジャパンの建物が、うん、このジャンクランドのここにあるっていう、うん、あ、本当だ大きくなって気づいた。繋がってんの、繋がってんじゃないですかね、ちょっとコンセプト的には。本当だね、なんか、うん、でもちょっと近いもありますもんね。そうですね、なんかのメッセージがあるんでしょうね。なんかメッセージね。玉木さんってどうですか。いや、私全然知らなくて、うん、安全地帯。この間あの、お好み焼き屋さん行ったら、うん、こういう90年代の曲かかってて、うん、あ、なるほど、お好み焼き屋さんにいたのかと思って今それはそれでやばいです。それでなんか、え、何この歌の上手い人と思って、誰これって言ったら玉置浩二だよって言われて、でも割と玉置さんをあの聞くにはすごい、ひょっとしたらめちゃくちゃいいシチュエーションかもしれないですね。お好み焼き屋さん抜けてくるんでしょうね、うん、歌の上手さが勝っちゃって。確かにいろんな人が流れてて、うん、いきなりなんかこう歌のピーってどちらのお好み焼き屋さんですか。あの、うちの近所です。近所の、はい、は初めて。いいですね、そのなんか歌との出会いって場所も結構忘れられないよ ね、 そうですね、この曲はあそこで聴いたなとかってつながってるもんね。シチュエーション込みでこう記憶されるんです、うん、そんなお好み焼き屋さんの玉木さん、ちょっと聴いてみようかなっていう。聴いてみていいですか。そうですね、この僕の大好きなアルバム、うん、ジャンクランドの曲をちょっとかけてみようかな。この曲じゃないよね多分ね、お好み焼き屋さんはね。違う気がしますよね、うんうん、なんだろうな、もしかしたら安全地帯の曲かもしれないですね。ちょっとじゃあ、はい、タイトルトラックをかけてみますね、うん、ジャンクランド、ジャンクランド、うん、はい、ほら今日もポンコツ車のエンジン全開にして、目の前の道ならいつもデコボコ、雨が降ってきたって行くしかない、突き
人の星と太陽とそれと君連れてシートはギシギシわめきミラーもなくてくねくね曲がった坂を登ろう僕のスピードは誰も変えるという感じのという感じの一曲ですね。めちゃくちゃいい。すごい歌詞も気になります。すごいいいんですよ。めちゃくちゃ良かった。ちょっとなんか病んでる感じがあって、そのアルバムすごい好きですね。どうですか寺尾さん、お好み焼き屋さん以来。なんかそこで流れてた曲とは全然違いますけど、なんかすごい、あ、歌詞が気になりました、ね。うん、ポンコツ車のエンジンをかけて全開で、うん、とかね、なんかなんとかな人の前でっていう羅列していくところとか、そうそうそう、ね、なんかこういう音楽性の曲もあるんだなって。そうだから、はい、田園とかもそうだよね。結構速くて言葉がいっぱい入ってるヒット曲もあれば、ね、超メロな、はいはい、ね、あの安全地帯のヒット曲みたいなのもある。あ、じゃあそっちだったかもしれない。そっちだね、お好み焼き屋さんは。あの寺尾さんも結構楽器はいろいろやられたりするんですか。いや私は基本ピアノで、うん、なんか昔だとアコーディオンやったりもしてたんですけど、うん、基本はもうピアノです。はい、曲作りもピアノで。そうですね、はい、うんうんうん、なんか僕らはギターなんですけど、そうですね、ピアノが弾けたらいいなと思いますね。いい、やられるじゃないですか、ライブで。なんちゃってというか、僕自分のこと曲しかできないんで、そのコードっていうのがこれが A だとかが全然わかんないですよ、うんうん、だから楽譜も読めないし、なんか自分の曲っていうのはできるんですけど、そうだから逆にそれですできるのすごいですね。いや、めちゃくちゃいいですよ、うん、ね、そうですか、うん、いやでも本当にピアノを弾かれる方ってこっちでコード弾いて左手でちゃんとメロディーも上できて歌もできるじゃないですか。だからまあキャロル・キングとかエルトン・ジョンとかみんなそうだけど、まあいいなと思って。そうですね、結構曲の作りが違う感じしますよね。あ、この人ピアノから作ってんなとか、そうそうそう、ギターから作ってんなとかね、ありますもんね。ピアノで曲作る時ってあのコードから作るんですか、それとも、なんかね、あのピアノで作るっていうか、あの何もないとこで来るんですよ。でそれを家帰ってピアノでまとめる。それ一番いいですね。毎回だいたいそう、はい、そうです。うわ、すげえ。どういう瞬間に来るんですか。普通に散歩してる時、信号を待ってる時とか、電車待ってる時とか。それでこうメモとかするんですか。メモする時もあります。はい、でその時はもう言葉も来てます。言葉も来る時もあるんで、うん、それはノートとか書いて。いた子じゃないですか、完全に。すごい羨ましい。それはもう具体的なものもあれば、はい、イメージの時もあるんですか。こういうイメージ。いや、もう行動は全部、はい、来てます。すごいな。でもなんか最近こう結構若い人の音楽の作り方ってなんか DTM で それこそ何パターンかこうコードを提示してくれたりとか、じゃあ次はこうしたらいいんじゃないかとかっていう風になるから、こう楽器ができなくてもこう曲を作っていけたりするっていうのが。え、何 AI が言ってくれるの。 AI が言ってくれますよ、マジで。あのそれめちゃくちゃ知りたい。それ何パターンか出してくれたりと なんかハーモニーつけてくれたりとかいろいろあるんで。それいいですね。そうなんですよ。逆になんかその作り方がその僕らのメソッドからするとなんかすごい逸脱してんなみたいな風に感じたりとかして。こうきくんはまだ そうやって作る方じゃなくて、普通にこう昔ながらの方式、コツコツこうコードを探って、はい、そうだから僕らも曲のイメージはあるんだけど、うん、コードをそこに当てはめていくのって結構難しいんですよ ねなんかいろんなパターンがあるから、そうだから羨ましいですね。できてもうイメージがもう全部出てくるんですよ。ワンパートだけですか。全部、うん、まあサビだけとか、あ、サビだけとか、うん、とか使うかな。そういうことってあります。なくはないけど割と少ないかも、うん、あのすごいイメージとか断片とかこのまあ単語とかっていうことはあるけど、ね、本当にうわーってくるときは10年に1回ぐらい、1曲ぐらい。だから30年ぐらいやってるから3曲ぐらい。3曲ぐらい。あ、その曲なんだ、何かすげえ気になるけど。だからね、もうその時大慌てよ。そうですよね。もうメモんなきゃいけないから、来ちゃってるから、そう。昔はね、そういう iPhone とかなかったからボイスメモもできないし、だからもうとりあえず中華料理屋に飛び込んで、あのもうメモってコードも多分これだろうなみたいなノートにメモってすぐ帰ったことありますけど、
スポーツさんもいろいろ楽器されるんですか？僕は基本ギターですね、うん、ドラムもやるもんね。ドラムもそうですね。でもドラムなんかはまさにちょっと話戻っちゃうんですけど、ね、あの玉木さんがこのアルバムでなんか段ボールとか叩いたりとか、うん、なんかその結構いろんな音作りをしてドラムをやったりとかしてるのを見て、一番最初の僕のアルバム作った時になんか全部楽器を一人でやってみようとか思ってちょっと作ったアルバムが一枚あったりとかして、ダンボールも叩いた。ダンボールは叩かなかったですね。そう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 、そうですね。あのね、今回のレコードの日で気になるレコードを僕ちょっと選んでみたんですよ。どれでしょう？はい、まずはこのね、寺田富美男さん。知ってます？いや初めて聞いた。寺田富美男2。2。もうおそらく2枚目だろうね。2っていう、はい、僕も聞いたことない。僕も聞いたことないです、ね、でも名前はなんか見たことがあって、はいはい、すごい気にはなってて、日本のフォークシンガーの人とか、はい、シンガーソングライターの人ってあの結構知らない人いっぱいいて、うんうんうん、まあもう本当にたくさんいらっしゃるじゃないですか、70年代とか。そうですね。でそういう人を知らなかったところを聞いてみるとすごいいい歌が入ってたりとかするから、この人も絶対いい歌を歌ってるだろうなと思って聞いてみようと思ったのがこのアルバムで、もう一枚はこのホイットニーという、それ気になるんですよね、うん、それホイットニーってバンドですよね。バンドでしょうかね。そう、僕好きなバンドなんですけど、多分それ、はいはい、ただ新譜ってことですよね、これね、ホイットニーの新譜っていうことですね。あ、はい、普通にじゃあ新譜がレコードに合わせて、うん、これは、はい、僕多分普通にあの 買うと思います。ちょっと今日は聞いてみたいなと思います。そうですね、ぜひぜひ聞いてみます。まずはじゃあ寺田さん、はい、聞いてみましょうか。結構200アイテムあると迷いますよね、あれもこれもっていうところで全部買ってったらさすがにやばいんでね。高いですからね、今レコードがまたね。そうなんですよね、うん、寺田富美男さんの、はい、1曲目です。ちょっとあえて B 面1曲目いきます。あえてまた通話、はい、じゃあ B 面1曲目、路面電車という曲をちょっとかけてみます。海を見ていて感じたら、月が怖いと夜の海を見て感じたら、めっちゃいいじゃないですか。これ当たりですね、こう、ね、ていうか全然イメージ違って面白かったです。割とファンキーじゃないけどソウルフルな、かなりフォークっていうよりかはね、うん、アコギはすごい気持ちよくカッティングしてて、そうです、ね、かっこいい。あ、かっこいいですね。柳田博さんプロデュースで、これはじゃあ僕買いますね。ぜひぜひ、はい、なんかこの寺田富美男2、雨上がりの街、それでこのジャケットっていうので、まあ悪いはずないだろうなって思うんですよ、はい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 、僕は。で多分そういう自分なりのみんな審美眼というか、レーダーがね、こう勝手なレーダーがあの動いてて、レコード屋さんに入ると、で知らないレコードもいっぱいあるじゃないですか、はいはいはい、もちろん。でもそのレーダーで買うんだよね。あるんですよね。そう、こう毎日見てるとなんかこれ絶対いいだろうなって分かってくるんだよね。分かってくるし、なんか友達が言って面白いなと思ったんですけど、ファンキーなレコードは絶対黄色とか言ってくるので、なんかそういうなんか独自のね、それぞれのなんかあるみたいですね。でもこの間も友達、ミュージシャンの友達と話してて、うん、でどういうのを集めてんのって言ったら、だいたい茶色っぽいやつですね、ジャケがあって。そう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 、そういうのです。なんか分かるんだよね。分かります、分かります、分かります。だからそういうレコード屋に通ってる人たちならではの、うんうん、あの感覚っていうのも、まあ楽しいっていうね。楽しいですね。これはすごいいい出会いでした、うん、素晴らしい。であともう一枚は佐藤博さん。佐藤博さん、これもう近年すごく再評価されておりまして、そうですね、キーボーディストの方ですよね。キーボードの佐藤さんで、うん、このレコードもレコード屋でたまにあるんですけど、めっちゃ高いんですよ。高い、2万ぐらいいっちゃったりすることもあって。佐藤さんのレコードは全部高いですよね。高いよね、どれも高いですね。それで多分あの立ってるさ、うん、あのジャケットの、うん、あれが再発されたのかな、うん、で今回これがついに出るということで、これはまあじゃあ
2枚組で5000円する6000円するんだけど、うん、まあ買おうかなと思ってるやつですね。まあね、2万円とかで、うん、売ってるのよりはこう手に入りやすいっていうで、おまけに2枚組で、2枚目は結構未発表っていうか、発表されてないバージョンだったりが入ってるので、まあお買い得かもしれないっていうですね。神様の震える手、雪の白さには注意して、皆既月食の意地らしさ、家を出ることの難しさ、夜に燃える木々の色、街の暴動も終わる頃、古いラジオは伝えている、家を出ることの難しさ、バラが枯れる頃、クリスマスの日が灯り、いつかの恋を思い出す、木曜日に船が出る、固くなったパンをかじる、古いラジオは伝えている、家を出ることの難しさ、流れてたと寒い朝、僕は思う、家を出ることの難しさを、というわけで、大木くんが選んだ、うん、はい、今回ね、たくさん200アイテムもあるんで、うん、なんかめっちゃ何個も出しちゃって、ちょっと入りきらなかったんですけど、うん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 、ちょっととりあえずこの場所では2枚紹介しようかなというアルバムを持ってきまして、はい、まずこれですね、ヒットマシーン堤恭平の世界ということでですね、堤さんのソロ、ソロですね、もう言わずと知れた大、ヒットメーカーの堤さんの、おそらく自分名義では唯一なのかな、なんかそんなことを書いてあったような気がするんですけど、ジャケがやばいね、やばいですね、これなんかこう、うん、レコードがこう、うん、宇宙からゴールドレコードです、めちゃくちゃ売れるぞっていうやってくるっていうね、ジャケって、これもレコード屋さんでは確かに見たことあるんですけど、うんうん、実際聞いたことがない、聞きたい聞きたい、そうなんですよ、で、うん、クレジットとか見ると、うん、多分本人の曲もあるんですけど、カバーとかもあって、セクシーバスストップとか、Ain't Nobody Straight in LA かとかね、いろいろこうカバーもやってる、ディスコの曲が入ってんのかなっていう、ディスコ時代なのかもね、頭の中ではこう広がりつつっていう感じですね、であともう一枚がこれ、はい、
グッバイエイプリルっていうバンドで、うんうん、あのこれ実はちょっとあの友達のバンドなんですけど、僕のソロアルバムであの何曲かプロデュースをしてくれていたりとかする、子がやっているバンドで、今回のソロ、そうですそうです、おそう、あれも素晴らしいレコードでしたけど、そうなんです、ありがとうございます、 それで、うん、まあこういわゆるシティポップ的なその70年代80年代の音楽をこうリバイバルしながらもその今のセンスを取り入れて、すごくこう同世代のミュージシャンとしてめちゃくちゃ好きだなっていうアーティストで、でそのアルバムがこう今回出るっていうのは、多分いつ頃の作品なんですか？これはねもうね多分今年ですね、今年出たアルバム、出たばっかりでレコードになったらいいなって思ってたアルバムだったので、すごく嬉しい1枚、おー聞いてみたい、はい、っていう2枚ですね、はい、ちょっとこれをかけさせていただきたいと思います。はい。堤さんからいきましょうか。堤さんからいきましょうかね。あ、ジャケットがこれすごいですもんね。すごいですよね。自分の満を持してのソロアルバムで採用するジャケットじゃないですよね、これ。正直。来た来た来た。ディスコですね。いいですね。はい。最高っすね。最高でしたね。あのやっぱ堤さんって もちろんあれ編曲もなさるんで、はい、あの本当にこの頃の堤さんのアレンジの歌が入ってないことを聞いてるっていうイメージですよね。なんかこの歌メロ のやっぱり当時のシンセの感じというか、うん、その感じもたまらなく良くて、いいですね、うん、あとこの帯ね、帯も当時のほら、なんか当時のさ、このマークが入ったり、はいはいはい、プロの耳を持つあなたにプロが手作りでお届けしますってですね。プロが手作りでお届けする意味もあんまりよくわかんないんだけど、でもまあなんか手作りでお届けしてるんですよね、常にね、してんだけど、そうですね、そう、プロの耳を持つあなたにっていうのもなんかいいなっていう、良かったですね。レコードスタデーでいいなって思うことの一つが、やっぱこういうレコードまさにそうなんですけど、気になるんだけどそんなに高い値段は出せないみたいなパターンあるじゃないですか。でいきなりこの聞きたいな堤恭平さんのやつって思ってても、それがこうやっぱ高騰してるパターンとか、うん、10万円とか普通に何万円するパターンっていうのがあるんで、そういう時にこのね、あの再発で出てくれると、うんうん、あ聞いてみようっていう感じで、うん、こう手軽に手に取れるっていうのが良かったところですね。で今日初めて聞いたんだよね。そうですね。どうでした、当たりか外れかというとどうでした。いやいやいや、もうあのね、はい、勉強になるでしょうね。勉強になります、うん、あのやっぱりだって大先生ですもん。大先生のだから僕らこのメロディ、堤先生のメロディで育ったみたいなところもありますからね、うん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 、どうですか堤恭平さんの音楽とか馴染みはありますか。あんまりないんですけど、うんうんうん、ちょっとだから曽我部さんに絶対聞いてますよ、お好み焼き屋さんで間違いないですね。ヒット曲ですよね、うん、はい、ものすごいもうヒット曲たくさんありますからね、はい、じゃあちょっとあの次にですね、はい、このグッバイエプリルの方の楽曲をかけてみていいですか、うんうんうん、こっちですね、ぜひ聞いてみたい。じゃあこの A 面の3曲目の曲をちょっとかけてみたいと思います、はい。いいですね。いいですよね、なんか本当にザ・シティポップって感じ。そう、時代感が本当に分かんなくて、ちょっと声も達郎さんをほぐっとさせるよね。確かに確かに、だから僕が子供の頃に聴いてたあのカルロス・トシキさんとオメガトライブとか、あ、まさになんかそういうの思い出したし、うん、ちょっと歌詞の内容も熱いシャワーを浴びてとか、うんうんうん、時代感が分からなくていいですよね。若い方ですよね、あのおそらく同い年で、世代で、まあうん、そうですね、30前後でこう、そうですね、どうですか寺尾さん、うん、なんかちょっとびっくりしました。そうだよね、うん、若い世代でこういう感じがまた、うん、ね、だから多分彼らにとったら
めちゃくちゃ新鮮なんでしょうね、うん、その70年代80年代のシティポップっていうのは。そうだし、なんかその単にその解雇主義というか、うんうん、それを真似するだけじゃなくて、なんかそのちょっと1975っぽい曲があったりとか、なんかその新鮮な今の世代ならではの混ざり方みたいなのが結構あって、うんあね、それが面白いなって思いますね。そうだから、こういうシティポップの曲ってなんか昔こういうのあったよねって探してみてもないんだよ。あ不思議と。だからやっぱ今の音楽なんだよね、うんうんうん、それがやっぱすごいあのいいなと思います。面白いですね。素晴らしい、はい、この2曲でございました。はい、じゃあ君は幻という曲。では寺尾さんが選んでくださった1枚は何でしょうか。はい、吉田美奈子さんのキーっていう、あのアルバムなんですけど、うんうん、この中 の, あの一番最後の曲がクリスマスソングになってて、すごく良かったので今日ちょっとご紹介しようか。あ、かけてくれるんですか。はい、これは何年ぐらいのレコードなんですか。これ90年代ですね。あんまり見たことないですね。うん、そうですね。これもだからレコードになるのは初めてなんじゃないですか。だと思いますね。楽しみです。吉田美奈子さんやっぱ90年代、あの70年代80年代のアルバムはね、うん、やっぱり、ね、持ってて何度も聞いてますけど、あ、レコードまたちょっと、ちょっとサポート、はい、サポート入ります。はい、すみません、サポート入ります。ありがとうございます。はい、B 面なの、あれ
B 面の最後か。最後。D 面か。D 面の最後。あ、2枚組ですね、これね。D 面の最後。曲これが最後なんですね、アルバムの。そう、最後の曲なんです。いいな、まあ、これ いつ頃聞かれたんですか。なんか最近実は美奈子さんライブに何回かお邪魔していて、それでこの曲じゃないんですけど、2000年以降もずっと彼女はコンスタントに、ねうんね、発表されていて、でも結構廃盤になっちゃってるんですよね。だからちゃんと終えてなくて、うんうん、それでライブで初めて聴いた曲で、めちゃくちゃ素晴らしい曲があって、やっぱりなんかこれはやっぱちゃんと音源追わなきゃダメだと思って、うんうん、そうなんです。それでこれもちょっと最近聴いてみたりしてて、はい、その中で見つけた曲なんですけど、なんか若かりし頃の美奈子さんよりももっとちょっと歌が、うん、ディープじゃないんだけど、うんはい、強いというかになってましたよね、うん、もう本質は全然変わらないんだけど、はいはいはい、なんかやっぱりその年月の何かがそこにあるんだろうな、はい、そうなんですよね。でなんか歌詞なんかもやっぱり同じちょっとこう寂しさとか、うん、こうなんだろうな、北風の寒さとか歌っているんだけども、うん、なんかそのことの受け止め方がこうなんか20年とかの、ね、30年とかの歳月を経て、うんうんうん、同じ風一見同じ風なんですけど、でも歌詞がすごくなんか広がりを持って、うん、なるほど、うん、いてすごく感動しました。いいですね、美奈子さんの言葉ってすごいいいですね、うん、いいですね、うん、さすがですね、長いキャリアでね、うん、それだけ作品数を出してても、うん、またそのいろんな年代で良さがあるっていうのは素晴らしいことですよね、うん、本当にね、はい、2007年っていう年は大林信彦監督の転校生さよならあなたっていう映画に使ってもらったっていう、そういうの年でもあって、大林監督と出会った年でもありました。もうお亡くなりになられてしまいましたけども、その主題歌になったさよならの歌を聴いてください。
私の隣で微笑んで、僕もなんか今回は、あ、そうですね、うん、あの僕は今年11月からあの弾き語りのツアーをやろうと思っていて、初めてあの僕普段オコモトズっていう感じであのギターを弾いてる人間なんですけれども、一人であの弾き語りツアーっていうのをちょっと初めてやろうかなと思ってます、うん、でこれがあの2年前のコロナであの初めてやろうとしたんですけど、ちょっとそれが飛んじゃって、うん、であのやっとねこう延期に延期を重ねてこうついに実現するっていうライブがあるんで、ぜひぜひそちらの方一人で歌いに行く、はい、何箇所ですか？結構多くて、うん、7箇所、あ、いいね、8箇所ぐらいあるんですよ。いいね、いいね。初日が11月5日から、もうすぐじゃないですか、町田で、あさってじゃないですか、あさってですね、はあ、はい、皆さん行きましょう、ぜひぜひ、はい、で僕はサニーデイサービスのニューアルバムが出たばっかりなんですけど、はい、今回はレコードをあの2種類出して、おお、でこれはどういう違いがあるんですか？まあ、多分知ってると思うけどマスターサウンドってあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと高いレコードがあって、うんうん、名盤を音がいいカッティングをしたりしてっていうのがちょっと値段が高いっていうのであったり昔したのね。でたまに見ますよね。そう、うん、それをやったの、うん、いい音バージョンと通常版と、うん、結構頑張ってカッティングしたバージョンで、マスターも違うんですけども、うんうん、もちろんでその頑張ってカッティングしたやつっていうのは溝が結構攻めてるから、ポータブルとかだとひょっとしたら飛んじゃうかもしれないっていうような、めっちゃいい試みですね。その2種類だし、あとはカセットと CD。あ、うん、素晴らしい、楽しみですねそれね、はい、あなたのそばに ねえ、いろいろ聞いてきましたけど、はい、本当にだからレコードの話っていうのはもう終わらないんですけど、そうですね、どうでしたか今日は。いや楽しかったですね、やっぱ三者三様にそのセレクトしてくるレコードとかも違くて、その、ね、好みの違いとかもすごく面白かったですし、やっぱ去年収録した時もそうなんですけど、あの時曽我部さんとあのレコードの話したなとかすごい覚えてて、うんうん、なんとなくそのちょいちょいちょい思い出したりとかするんですよ、うん、なんかそういうのがねこのレコードに付随してあるっていうのもすごいいいことだと思うんで、いい、あとやっぱほらあの家にさ、うん、寺尾さんの家に6枚レコードがある、6枚って何なんだろうなってすごい思うじゃん。来年までにちょっと考えておいて。サブスクとかだとさ、うんうん、あんまりそういう発想ってないでしょ、やっぱ。そうですよね、そのもうみんなが同じ データを共有してるっていう状態だから、うんうんうん、そういうのってなんか物語っていうかあの絵があるなと思って、すごく良かったですね、うん、6枚っていうのはすごい良かった。寺尾さんどうですか、増えていきそうですか？いやもうそうですね、多分お二人みたいにやっぱマニアにはなれないんですけど、はい、でもやっぱり好きだった曲これから出会っていく CD、うん、まあ、あのサブスクも含めて、うん、それがやっぱレコードになってた時にレコードの 音の音質ってやっぱりすごくね、うん、あったかいものがあるなと思ってるので、ちょっとずつ増やして、ちょっとずつね、うん、だから本当に今興味ちょっと持ってくれてるじゃないですか、うんうん、でご自分も6枚組を出すし、はい、あの沼がありますんで本当にどこにその落とし穴があるかわからないんで、これはねもう本当に気をつけてくださいというわけで、はい、来年もこれまたレコードの日っていうのはね、あのずっとあると思いますんで、またひょっとしたらここにやりたいです、ね、みんなで集まってやるかもしれないので、うんうんうん、またその時は
よろしくお願いします。ちょっとそろそろ俺もレコーデさんに戻ろうかな。また戻って、はい、掘ってね、掘って、さっきも本気で掘ってましたね。本気で掘りますからね、はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。